皆さん、こんにちは。総合スクリアビステーターの福田です。本日お伝えする自主トレーニングはこちら。支え足をよりしっかりさせるためのトレーニングをご紹介します。内容を早速やっていきたいと思います。座った状態でできますので、お時間があるときぜひお試しください。やる内容は、こんな動きです。これでですね、何を今してるかっていうと、横っ腹を伸ばしていくイメージで体を重ねていきます。で、こちら側やったら、可能であれば反対側もやりましょう。横っ腹を伸ばしていくという形です。どちらもやるんですけれども、まずは曲げやすい方ですね。お得意な方、例えば、左の麻痺がある方の場合だったら、右側から基本的に始めてください。で、右側を十分にやります。10秒から20秒ぐらいゆっくり呼吸をしながら伸びる感覚を感じます。こことかこことかいろんなところを人によって感じると思います。で、立ちましたらまた反対側で、この時念のため麻痺側にある時には先頭にご注意くださいね。動かす時のイメージなんですけれども、こう倒すっていうイメージをするとこうなってしまうので、これだと実はあんまり伸びません。この支え側の方の足を越えていかないように、その場でここをたわませるような感じ、こういうくの字、Cの字になって、あとは重力に身を任せてどん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 この Cの字が潰れていくような感じ、それに伴って脇腹とかこの辺の伸びる感覚を味わってください。力を入れる必要はありません。この姿勢になって、もうあとは上半身の伸びに任せてずーんと伸びていくようなイメージをとってください。左右まあ3セットずつぐらいですね。疲れのない、気持ち悪くない範囲でやってください。これがどうして支え足につながるのかといいますと、どうしてもこの脳卒中の後遺症があるとですね、左右の筋肉のバランスが悪くなって縮んじゃったりする場合が、これは麻痺側が縮むこともあれば、良い方で杖でしっかり支えるために良い方も縮むことも実があるんですね。なのでこの運動をするときには両方必ずやってください。両方しっかりやることによってこの縮んでいる部分というのが伸びてきます。で、伸びるとどうなるかって言いますとですね、伸びた分だけ筋肉が働きやすくなります。以前別の動画でご紹介した体重を支えるときの上半身の活動という形で、このように斜めに曲がっているような感じ、こうではなくて斜めではなくて肩が水平な状態が上半身の力がしっかり安定して下半身と連動するというお話をしましたけれども、この動きにつながります。こういうことができると足に体重を支えに行くときにも上半身が安定してますので、土台が安定している分より足の力が入れやすいという環境になります。で、足に力が入りやすければ、また上半身も活動しやすいという相乗効果が生まれます。で、ぜひ一度この練習をしてみてですね、あ、少し伸びてる感じがするなと感じた方は続けていただけたらいいのかなと思います。もう少しだけ注意点といいますか、先ほど転倒に注意という話をしましたが、ちょっと横に向けてみますね。横にこう傾けるときに頭が例えば前に出てるからですね、そうするとあんまり伸びてきませんので、必ず頭、肩、股関節のラインは一直線の状態を保ったまま、まっすぐになっていく。これもまた伸びなくなりますので、ねじれができるだけないように注意していただいて、やっていただければなと思います。本日は支え足につながる下準備として、横っ腹を伸ばす運動というのをお伝えしました。座った姿勢でできますので、何かこう日頃の中で座るタイミングがあった際に試していただければ幸いです。また何かご質問などありましたら、下のコメント欄にお書きください。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。